クラコッキ、または骨クラキとは、簡単に言えば、骨壺のことであるが、主として、考古学で、仮想や、仙骨層のイカやイコツを収めた容器のことを言う、語である。インドや中国で見られるフツシャリ容器は、その一種である。日本では、通常、仙骨した骨を収める容器もクラコッキに含まれるので、下層骨を収めた器に限定していう場合、 仮想像国旗とした方が良いとされる。旗形としては、飛鳥カ平安時代に二月の休憩の壺ないし、単形壺の旗形をした、末期や回遊陶器などが用いられた。同性の旗形容器のものもあり、壺形に限定しないため、骨壺より、用語の範囲が広い。中世になると、桶と呼ばれ、各地方の在地で生産されている瓦室、軟質などと呼ばれる土器のほかに、 トコナメ焼きの亀やツボ、そして、瀬戸焼きの兵士が用いられ、しばしばトコナメ焼きや在地産の瓦室、南室のコネ鉢が蓋の代わりに使用された。なお、弥生時代の亀缶なども、抗議の倉国旗には、違いないが、通常、倉国旗といった場合、飛鳥時代以降のものを総称している。ヨーロッパや、西アフリカなどでは、アーンと呼ばれる、仮想骨収納用の亀が知られる。 青度期時代以降、エトルリアやローマの遺跡からしばしばクラコッキが出土する。また、中央アジアでは、ゾロアスター教徒のオスアリと呼ばれる箱型で、霊廟やみこしの形をした石製の遺骨収納容器が有名であるが、これもクラコッキの一種と言える。ありがとうございます。